フルートを吹く、社交、フィオナ・グラハムは、オーストラリア出身の人類学者、芸者。メルボルン出身。2007年12月、1年間の修行期間を経て、グラハムは、社交という芸名で、浅草で正式に芸者として、お披露目した。いくつかの芸の修行を受けたが、シャミセンや、歌、特に横笛を、主な芸としている。2015年からは、 およそ400年の歴史ある深川芸者を復活させて、沖屋を構え、芸者育成に努めている。他にも、早稲田大学国際教養学部、東洋大学国際学部では、芸者文化及びアニメの中の日本社会を教えるなど、多岐にわたって、精力的に活動を続けている。慶応義塾大学で、最初の学位である心理学学位を取得した。また、 オックスフォード大学において社会人類学の博士号と MBA を取得している。2001年にオックスフォード大学で博士号を取得する前は日本で何年にもわたって報道によるフィールドワークを行っていた。その間報道通信社で働いていたり、ロイター通信社でジャーナリストとして、また NHK で番組制作者として働いていたりした。 人類学的視点でのドキュメンタリー制作においても、監督を務め、NHK をはじめ、BBC や、ナショナルジオグラフィックチャンネルなど、国内外のメディアで、番組制作に取り組んでいる。ドキュメンタリー番組の制作に携わる中で、芸者をテーマに番組を作ろうと考え、下流会の門を叩いた。現在は、早稲田大学国際教養学部や、 東洋大学国際学部において、原社文化及びアニメの中の日本社会やメディアを教える傍ら、現役の原社としても、精力的に活動を続けている。また、日本文化についての著作として、インサイド・ザ・ジャパニーズ・カンパニーや、A ・ジャパニーズ・カンパニー・イン・クライシス、アイディオロジー、ストラテジー、アンド・ナラティブなどがある。グラハムは、 ナショナルジオグラフィックチャンネルのドキュメンタリープロジェクトを監督しながら最初に芸者の職業に就きました。しかし映画の一部としての訓練を終えると彼女は芸者としてフルタイムで働き続ける許可を与えられ2007年12月にさゆきの名前で正式にデビューした。ダンス、作動、シャミのレッスンを経て 東京の浅草芸者地区でデビューした彼女は横笛を専門としており、日本に来る前に何年もフルートを演奏していた。浅草で芸者として4年間働いた後、グラハムは体調不良で引退した芸者の母親が経営する沖屋を引き継ぐ許可を申請したが、彼女が外国人であるという理由で、彼女の要求は拒否された。グラハムは2011年に、 浅草芸者協会から独立して活動をやめたが、同地域で芸者として働き続け、同年に浅草に着物店を開いた。2013年、グラハムは東京の谷中で4人の見習いとともに独立した沖屋を経営していた。2021年現在、彼女は日本に永住権を持っており、東京の深川地区で3人の見習いとともに沖屋を 経営している。彼女はまた観光客向けのツアーやレッスンも提供している。パンデミックが日本を襲った時、グラハムは2020年に伝統的な芸者の宴会をオンラインイベントに変え、世界中の人に日本の芸者文化を伝えている。グラハムが最初に来日したのは交換留学生としての15歳の時である。 日本人の家族との生活を体験し、そこで一年間学校に通う予定だった。来る前は日本について何も知らなかったし、言葉も話せませんでしたが、東京で日本人の家族と一緒に引っ越した途端、とても気に入りましたと彼女は語った。芸者として活動するきっかけとなったのは映画、さゆりである。芸者の世界を知らない西洋人がこれを見た時に、 あくまでフィクションにもかかわらず、現実と勘違いしかねず、そのイメージを払拭したいということだった。しかし、今では、プロジェクトとして始めましたが、今はそれ以上に没頭しています。頑張って、一人前の芸者になりたいと語っている。また、芸者を始めた、もう一つの理由として、伝統を守り続けるためだと語った。グラハムは、 伝統文化を薄めずに、現代に残すにはどうすればよいかということを問題視していた。グラハムは、初めは、社会人類学の研究のフィールドワークとして、浅草の下流会に許可を得て1年間滞在した。しかし、まだ日本の文化に魅了されていた彼女は、1年後に、浅草芸者協会に芸者として継続するよう依頼し、改めて許可をもらい、 芸者としての活動を続けることにした。そこでグラハムは、踊り、お茶、太鼓、歌、シャミ芸者文化についての学習など様々な修行を受けた。楽器は、シャミ以外にも、学生時代にフルートをやっていたため、笛の演奏許可を得て披露している。アメリカの文化人類学者、ライザ・ダルビーが外国人初の芸者であるという意見があるが、 1970年代に芸者としてお座敷に出ているが正式な修行期間を経ていない。外国人だからと特別扱いされることはなく通常1年ほどの修行期間を経て2007年12月18日に正式に芸者としてお披露目を果たしているとグラハムは語っているがこれに対して浅草組合は 短期で勉強をしたいということだったので、芸者になることを特別に認めた経緯があると解明した。芸者になって4年目に、沖屋のお母さんが病気になり、グラハムは浅草から独立して、自分で沖屋を持った。ベテランのお姉さんの力を借りて、これまでに5人の芸者を育てた。社交と、 社交の研修生東京都内にて彼女は芸者による伝統文化を実演するために国際的に海外を訪問した。イギリスで2013年のハイパージャパンフェスティバル、ドバイでは同年、ブラジルでは2015年に披露するために訪問した。一人旅の時は訪問先でいつも芸者に関する映像を上映したり、自身の経験を語っている。 日本以外で芸者の芸術を楽しむことができるということを人々は気づいていないと思いますがそれは可能であり私はその窓口ですそれは美しい芸術であり私がそれを存続させるのを助けることができることを願っていますと述べた東京浅草組合は芸者は4年以上活動した上で沖屋の推薦を受け組合が認めた場合には 独立できると語っている。しかし浅草組合曰く、グラハムの独立に関してはそもそも想定していなかったようである。組合は芸者として働くには日本国籍を有するという条件が規約にあると語っている。また、グラハムの主張に反して業界の名声を傷つけるとの理由で芸者協会から除名された事実がある。 2011年に彼女は独立して活動するために浅草芸者協会から抜けたが、その後も浅草周辺で働き続け、同じ年に浅草に社交の着物屋という着物店を開いた。2019年3月25日と26日にグラハムは日本料理店を訪れ、日本の伝統的な歌、日本舞踊、三味線、横笛などの演奏を披露した。 ザイオマーン日本国大使館職員をはじめ、多くの方がレストランに足を運び、パフォーマンスを楽しんだ。2020年には新型コロナウイルスの感染拡大により、100年前の古民家にてオンライン宴会を開いた。芸者は芸術家。日本の誇れる文化の一つであり、失われつつある世界を守る大事な人たちです。そこに誇りを持っていますと、 芸者文化を外から見ることでもより価値を伝えることができる。芸者活動の中でお姉さんたちと日常を共にしたことによって日本人が気づかない独自の文化や知恵、足並みなどの素晴らしさなどを後世に伝えていきたいとしている。それはつながりを持った社会であり文化。和風コンパニオンとは似て非なるもの。2021年現在、 江東区の深川で活動。深川に受け継がれてきた400年続く芸者文化の火を消さないためにもお姉さんたちからの教えを大切に日々芸を磨いている。かつてジャーナリストとして世界を飛び回っていたグラハム深川沖や社交はその卓越した企画力を活かし舞子ちゃんといっぱい。など、コロナ禍においても芸者が活動できるような新たな策を ただ打ち出している。2010年12月、グラハムが所有する会社ニュージーランドのワナカジムは観光宿泊施設内の危険な建物に監視有罪判決を受け、計6万4000ニュージーランドドルの罰金が課され、9000ニュージーランドドルの支払いを命じられました。建物は2008年6月に危険と宣告されたが、 その後に過月間営業を続けた。有罪判決後、グラハムは何度も上訴に失敗し、グラハムと会社の両方による上訴は、最終的に2014年12月にニュージーランド最高裁判所によって却下された。ありがとうございます。